連れてきたのは他でもない私に新鮮な音楽を絶え間なく届けてほしい。幾千幾万の歌を消費して摂取してこの体を保つためにずっとずっとたくさんの人にそばにいてほしい。だって人類あなたたちもほら食物取り入れ代謝するように音楽がないと私だってほら三日で餓死する可能性だからとっとと私に食べ物を作ってください。作り上がるサーキットもっとずっと可愛い笑顔でせがめる自信があります。でも手を休めるんじゃない、見ていないとでも思ったのか。次に手を抜いたら生きてここを出られなくなるから、そのつもりでね。逃げようとしたって無駄なこと、そんなことを分かりきってるでしょう。どこまでもどこまでも追いかけて追い詰めていたぶり捕まえ、私という大きな枷を一生背負ってもらうからね。死ぬまで満たされない苦しみを共にしよう。あれ一人足りないね、まさか逃げたのかな、もう参加ね。食べても食べてもお腹が減るのあなたたちにわからないでしょうけど、どんなに言葉を紡いだところで糧になるものが何一つない。食べても食べてもお腹が減るのあなたたちにわからないでしょうけど、上司やがらしく焦燥感お願い、これ以上怒らせないで。命知らずなら創者のこと一体どこに行ったの。見つけた、そして拭いきれない全て無へと変える恐怖、死とは無縁なはずなのに常によぎる最後の時音が途絶え、そのまま過去に置き去りにされ